お、サザエさんめっちゃコメントしてくれてるな。君のパートナーってどの子、今回のサポート、それじゃよろしくね。さあ、はい、寝台の方は、きぬこさんとララさん。今日はキャラ内ありなので緊張しないで、楽しんでいこう。きぬこさんはミュウツーですね。ハッサム対ミュウツー。ラウンド1、このバトルリングはすごいね。うまくヒロさんを浮かせるといいかも。あ、これはサイズカッターから派生がありやすいね。あれパンが少しね、何かあるかもしれない。さあ、どうも、しっかり乾燥してる。サポートゲージが溜まったよ。さあ、それで固めて、さあ、サイコカッター当たって、さあ、ブロッケが寄ったところ、さあ、ジャンプリーだからめっちゃ寄って、試合時間が半分以上、ゲージが上がったよ。最大に、さらに指でも取っついて、カモリが飛んでて、ここは外せないから、ここは慎重になった方がいいよ。よし、サポートを呼べるよ。バッキンは早いなんですけど、さあ、ここで正面、正面判定はフロントシュート対応してきた。さあ、ここは次のラウンドも楽しんでいこう。まず一本取っていったのはララさんのハッサム。さあ、ラウンド2、今度はブロック置いてあった。さあ、むずいに、めちゃくちゃ前に出るからちょっと反応するのむずいな。とにかく、さあ、強度勝ちしていて、発売。ジャンオーリーは勝ったのが早いんだな、多分。それから上り際に置いてるからか。どうなんだろう。さあ、ここは投げていて、バックシュート。さあ、ここは強気の投げ。さあ、この前、ミュウツーはちょっと EV とか持ってないので、手が出せないが、破壊ポーズは、ここはハッサムのマスターダック。勝ったのは、ナラさんのハッサム。これで、全部の1回戦が終わって、それじゃ、またね。配信台の方で、ピーブーさん、タンバリンさん、ピーブーさん、タンバリンさん。